いつでもスマイルしようね、とんでもないことがあってもさ。おはようございます、おかんです。レンズにゴミついてんな。本日は日曜日の10時37分。今日はね、娘氏休日起こさなかったら何時まで寝てるのかっていうね、映像を皆さんにお見せしたいと思います。ほぼホームビデオとなっております。娘氏はね、まあもうみんなも知ってる通り、朝がすごく弱くて、もう学校行く時とかね、一回も自分で起きたことないし、起こしても一人でブチ切れてるんだけど、今日は日曜日で特に何もないので好きな時間まで寝かせようと思います。って言ってもね、私も起きたのが9時半ぐらいで、朝ごはん食べて今に至るんだけど、昨日娘もヨータもどっちもすごい夜更かししてたからね、結構寝るんじゃないかなと感じております。それでは娘の様子を見に行ってみましょう。撮影 NG らしいです。すいません、一言もらえますか？今回の件に関してはどう思いなんでしょうか？そうですか、一言ありがとうございました。なんか映画見ようと思ってさ、これ面白そうじゃない？ふてこっち TV がおすすめしてたんだけど、引っ越したばかりのマンションで起きた殺人を目撃するが、警察への協力を拒否。だが犯人は知っていた、彼が見ていたこと、そして彼が住む部屋の場所を。だって怖ー。これ見よう。やばい。現在の時刻11時5分起床。何時まで寝てるか検証してたの。そこで寝んの？おやすみ。ねえ、ちょっと開けて。いや、ニャーゴが待ってんだって、ドアの前で。見て、ほら。